盟友キム・ドンオクが過剰記憶症候群を抱えたニュースキャスターを熱演。かつて愛する人を失った辛い過去を持つジョンフン、ゲストで出演した天真爛漫な女優が突然亡くなった恋人と同じ言葉を口にする。悲しい過去がつなぐミステリアスラブロマンス、その男の記憶法、日本初放送。